んじゃ、再配電に行くか。その必要はない。新たな偉業を成し遂げた猛者たちよ。よくやってくれた、お前たち。まさか本当にバリガルマンダを倒してしまうとはな。本来この集落ではもう一つの試練が行われるはずだったのですが、こたびの騒ぎで全てが台無しになってしまいました。どういうことだ？封の試練としてバリガルマンダの封印強化を課そうと考えていたのですよ。再市長、どうしたものでしょうか？頭が固いな、ズーム。この者らはバリガルマンダを倒し多くの命を救ったのだぞ。グルージャジャの後継者としてふさわしくないはずがなかろう。もう一人も揃ったな。お前たち三人に封の試練を超えた証としてこの秘石を授ける。蝶の秘跡も手に入れて、これで5つ目。残るはあと2つだね。5つのうち1つは爆風ジャジャに奪われたままだけどよ。あいつ、封印を破るなんてとんでもねえことしてくれやがって。この山に永遠の平穏を取り戻してくれたこと、我らヨカフイ族はお前たちに感謝している。新たなトライオラに栄光があらんことを、この山から願い続けよう。ゾラージャ兄さんは相変わらずか。気が向いたらオートに遊びに来いよ。お前らが受け継いできた願いや思いをみんなにも知ってもらいてえんだ。ふん、お前たち二人のどちらかが玉座に着いたら考えよう。では連王宮からの便りをお待ちください。僕から招待状を送るつもりですので。珍しい来客もあったものだ。ウクラマトだったか。貴様らがバリガルマンダを倒したというのは誠のようだな。あのトラルビドラールを放っておけば、いずれ我らの同胞たちの命も脅かされていただろう。帳消しにしたはずが新たな借りを作ってしまった。そんなもんこっちがやりたくてやったことだ。我らがそう感じている以上、
借りは借りだ。返さなければ夢見が悪い。でも何をしてもらえばいいんだ？なら彼らの祖先が見たという黄金鏡の夢について聞かせてもらうのはどうかしら。おう、それいいな。どの道を教えてもらいに行くつもりだったんだ。黄金に輝く国の夢か。確かにサカトラルへの進出の直前にそのような夢を見たという記録が残っている。それはどんな夢だったの？一面が黄金に輝く天井に作られし国。そこではまるで神々のように永遠の時を生きる人々が悩むことも争うこともなく幸せのうちに暮らしているという。宮殿と見まごうほど壮麗な建造物が並び、その中央にはヨカフイ族すら仰ぎ見なければならぬほど巨大な女神の像が鎮座していたそうだ。女神像というのは初耳ね。これまで聞いてきた抽象的な噂と違って随分具体的なイメージが含まれているね。その夢を見た者たちは取り憑かれたように黄金の国を探すことに躍起になり、多くがサカトラルへの出征で命を落とすことになった。ウケブさんが教えてくれた黄金鏡を探しに行った者は生きて帰っては来ないって話。この歴史的な事件を発端としているのかも。さあな、真実がどこにあるのかは分からん。祖先があの森を去った頃から黄金鏡の夢を見る者もいなくなったというからな。え、どういうこと？そもそも九段の夢を見たのはヤクテル樹海で採石に携わっていた者たちだと聞く。だが風土病と出生の減少により勢力を後退させたことでかの森からも去らねばならなくなった。こうして根拠地たるオルコパチャに退いてからというもの、我らも黄金の国の夢を見ることはなくなったのだ。特定の地域にいたヨカフイ族だけが同じ夢を。なんとも不思議な話ね。あたしらもこれからヤクテル樹海に行くんだ。旅を続けていけば何かわかるかもしれねえぜ。いろいろ聞かせてくれてありがとよ。礼を言われる筋合いはない。借りを返したに過ぎないのだからな。我らの道が交わることも今後はないだろう。さらばだ。